どうも、お酒を二十歳になってかまさやんです。こんばんは。今日は2021年の4月の15日、仕事お休みでございます。本麒麟を本気で飲んでいます。先ほど動画撮影のね、準備をしてたんです。内容はね、今、三国志なんですけども。で、その前ね、第三国志戦争中なんで、インしてね、状況を見ていると、左上のね、勝つという文字がピカーンと光ってたんですよ。あれなんか情報来たのかなと思って開くと、2021春大型アップデートの更新のお知らせと来たんで、これはこっちを喋るしかねえということで、急遽、第三国志動画となっております。で、内容によったらまあいいかなと思ったんですけど、いや、とんでもねえことがいっぱい書いてあるので、これは絶対ちょっと動画にしないといけないと思いました。ということで、親愛なる主公の皆様、春爛漫の美しい季節となりました。4月21日、水曜日に、春季新バージョンは正式にアップデートされますということでございます。はい。で、めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあります。大型アップデートなんてめちゃめちゃあるんですけども、一通り全部読んだんで、その中で、まあ、注目をね、いろいろね、語っていきたいと思います。で、まず、陳情システムと補給範囲に関しては、オンラインオフ会で、情報流れてましたし、改めてね、申し上げることはありません。で、まずね、これだよ。これ、来ましたね。早かったね。来ました。反撃効果の効果発生メカニズムに関する調整ということで、ざっくり言うと、類実検察です。候補数、類実検察の調整ということで、調整ということなんですけども、まあ、実質それが弱体化ですね。類実検察コンボの弱体化ということでございます。反撃効果は第三国志の舞台組み合わせにおいて、前衛武将に新たな応用方法をもたらしました。プレイヤーの皆様の知恵より素晴らしい戦闘ぶりを発揮する舞台も少なくありません。反撃効果は通常攻撃や分配効果と同様、通常攻撃タイプのダメージ効果に属し、通常攻撃のもたらすダメージ変化効果に影響され、武将の攻撃属性に影響されますが、この後ね、通常攻撃が混乱、臆病、暴走状態に影響されるのに対し、反撃効果は武将がいかなる状態においても効果を発揮できます。このような制限のない発動条件により、反撃は通常効果をはるかに超える効率の高い安定した効果となってしまい、戦法下のバランスを崩しました。反撃効果が他の通常攻撃タイプの効果と均衡を保つように、反撃効果の発動条件を以下のように調整。自身が混乱あるいは臆病に陥る際、反撃を行いません。地震が起きる通常攻撃を回避されると反撃を行いませんということで、実質、コースのね、類似検察。コースだけじゃないですけどね。類似検察が、弱くなりますよ、ということでございます。これにより、だいぶまた、環境変わってくるんじゃないですかね。やっぱり候補数とか、が減る、実質減っていくんじゃないかな。あと、バエンさんのこと言ってしまったから。バエンさん元気にしてるから。バエンさん元気にしてますか？義援ね。義援の実装によって本営、中営抜きの、やっぱり、部長も増えてくれますからね。はい。そういうことも考えて、候補数が実質、減っていくんじゃないかなと思います。もちろん、類似検察を使わず、また別のね、戦法の組み合わせっていうのがあるので、これが強かったし、僕はね、今期に限りですけども、その恩恵を十分に受けさせていただきました。もう強い。もちろん対策部隊もたくさんあるんですけど、やっぱ強いわ。うん。で、なおさら、これから、後発とね、先行のサーバーの、次 S13 と S4 が一緒になること、9シーズン差が出てくるんだって、真っ赤な構数とか、類似検察とか当たったらさ、もう、それこそ全部隊持ってかれるような状況になってて、そこら辺の差もめちゃめちゃ大きいじゃん、今。それもおかしなとこなんだけども、線引きがうまく回ってないから。これによって、多少ね、交通部隊が減っていくんじゃないかなと思います。はい。来ましたね。早く来ましたね。はい。それと、次行きましょう。今、610円のやつですね。610円の分が、1日100、玉部だったら150になりますと。30日間ベースで行くと、3000が4500になりますよ。単純に、美課金。610円だけでやってるよーという人は嬉しいですよね。はい。で、ゲームルールの調整です。山菜が土日の18時から金土の18時に調整。これなんかあったのかな？
分かんないですけど、はい、あとルートね、ルート変更とかもあるので、あの舞台出発した際に建築物が失った場合、舞台が目標地に到達せずに帰還する際のルートは調整され、まず優先的に出発代表の上地に帰還し、その後舞台が所属する城に戻りますと言いますよね。はい、徴兵中の武将は兵士技能習得変更になります。これはたまにありますよね。これあるんです。これ嬉しいです。単純に嬉しい。はい、まあ、いろいろ書かれてますね。はいはいはい。まあ、陳情とさっきのね、補給、まあ、陳情がね、陳情に実装されるんで、その点内政とか、そういったのが細かく改良されると思います。はい。でね、まあ、ここ、本当、ここ最近こういうアピール多いよね。ゲームのリリース以来、たくさんの執行様がプロジェクトチームに多くの意見やアドバイスをしてくれました。これらの声は私たちが前進し続け、第三国志をより良くするものにとてもお力になってくださいました。しかも皆さんからいただいたご意見、ご提案を踏まえ、今回の新バージョンではゲームの機能を最適化するなど多くの改善を図りましたということでございます。まあ、まあ、一つの、まあ、焦りというか、ね、まあ、オンラインオフ会の事情を踏まえて、まあ、今の線引きとかね、今新規サーバーの内容も踏まえてですけども、もういよいよやらなきゃいけんなっていうのは表明はしてると。ここ最近めっちゃこういう表明多いけど。もちろんね、言葉だけじゃなくちゃんとね、実行に移していただきたいということでございます。なんだろうな。メールテキストの色の変更、開業、プレビュー、機能を追加。はい。メール、普通に開業できるようになったならめちゃめちゃ嬉しいですね。普通に開業するんだ。ポチポチってね。エンターボタンみたいな。ポチポチって開業できるない。iPhone 勢はなんか、別のテキスト作ってさ、やってますからね。これになったら嬉しいですよね。継続的に飛んでお金を追加か、飽きのか。例えば、まあ、飛んでんを、例えば3回連続。まあ、他のゲームはありますけどね、もうすでに。3回なら3回連続で多分できるのかな。体力をね、3回も消費してみたいな。はい、地図の戦況インターフェースで戦闘継続時間、参加した勢力が投入した兵力と負傷した兵力の表示を追加。地図の戦況インターフェースで見れるってこと？それがもう地図の方で見れるのかな？それが今は戦歴とか見たりして、はい、戦歴フィルターにおいて戦役フィルターの機能を追加。どういうことだ？はい。戦歴画面で陣営表示、陣営詳細表示機能を追加。うん。どういうことだ？戦闘の再生速度3倍。はい。ほぼ見てないけど最近。舞台配置画面のフィルター機能最適化。はい。戦歴は同じサーバーにいる友達と共有できるようになるということです。はい。駒場はね、いただいた意見はちゃんと変えていきますよということですよね。はい。です。そうそう。まず特性ですね。制服シーズンの栄養市場特性商品の調整、一部武将の戦法効果の調整ということで、今回の栄養市場一番の調整にかかる特性商品以下になります。ということで、超の順育、諸葛亮、大使と。全部、どういうことかな？どういうことこれ。調整が入るのかな？強化されるってことかな？強化されるってことですね。バージョン更新後、超運、準育、太刀時、諸葛亮の武将戦法効果は強化されます。調整後の戦法に特性効果は含まれるため、栄養市場で上記の商品、あ、なるほどね。入っちゃうんだ。特性に。入っちゃうんだね。つまりこれは特性が、もう通常の能力になるってことかな。はい。クリア値は変換されますってことですね。で、超持ってないんですけど、私はね、超持ってないんですけども、はい。何が変わるんだ？
超ネマ強いと言われてるよな、うん、継続ターンか。継続ターンが2ターンに強化されるってことですね。また超運強くなるのか。俺持ってねえんだけども、はい、ジェイク、ジェイクね。あ、これってあれじゃん、特性じゃん結局。超持ってなかったよ。これ結局特性でしょ。はい、オッケーオッケーオッケーです。はい、お、追加効果来てんな。これあれ、リョフ、なるほど、武将変更来てんのか。完了風来たね、来たね。2ターン持続して、対象がすでに混乱暴走の場合追加攻撃を4回目、完了風4回目ぐらいじゃない。はいはい、曹操来たね。曹操が曹操が来たね。あ、曹操が来たんだ。これついに、これ知略影響による攻撃防御、知略速度乗せて、これ一気に大幅に上がるんだよね。来たね。これなんかすげえ楽しみしてした人多いんじゃない。それ超飛ですね。超飛が2から3体ダメージアップ。これもまあ強い。法政体とかまた出るかもしれない。いや来てるじゃん、いっぱい。これはちょっと盛りたくさんすぎるな。盛りたくさんすぎるでということで。いやー、今僕見た、さっきパラーって見たとき出てなかったんだけど。これ来てるじゃん。早めに自走してきたな。はい、そうそう。ちょ、来季さ、川公園ジュイクそうそうやりたかったんだけど。そうそう、めちゃめちゃ強化されるみたいな。やばいっす、そうそう。はい。で、最後。画像ストアですね。よく言いました、外観。これ、全部買えるようになります。大儲け。全部買えます。で、追加もめちゃめちゃ来てる。めちゃめちゃ買えますから。はい。皆さん、お金が余裕がある人は、買ってみてはいかがでしょう。逃した人もいると思うんでね。はい。ということで。そんな感じです。ちょっとパラッと言ったけど、ちょっと超大型ね。まあ、中国で実装された分も結構早めに前倒しで来てる感じかな。はい。お得な情報もいっぱいあるし、ちょっと本気出すぜっていう感じでしょうか。はい。あとは線引くとか、そこら辺調整してもらえば、多少は頑張れるんじゃない。ということで、お酒は立ち直ってませんでした。第三国志頑張りましょう。